あのんちゃんを咲かせ。まあ、飛んではないのか。そうだね。飛んではない。いや、飛んだよ。サンマローいる。え、俺さ、ズオーにめっちゃ苦戦した覚えるんだけど。待って待って。俺、ズオーにめっちゃ苦戦した覚えるんだけどさ、ズオー飛ばしたの。よりによって、石の番人はまあどうでもええわ。私はズオーの話に夢中になってたんですけど、右を見て、見逃してはいませんよ。なんかもう敵はギガントドラゴンあたりのシルエットはしてるんで、まあ察せますわ。もうね、ラインだと察せる。あれだろ？ギガントドラゴンのアロンちゃん版が来るんだろ？なん再現度は高えなぁ。頭で見えます。再現度が高めでございます。再現度高えな。ギガントドラゴンの。確かにギガントドラゴンのアロンちゃん版だったわ。予想通り。さっきから主様だの、こいつだの、なんか特攻武器持ってくのやめてくれよ、ほんとに。行くぜ、ギガディーン。斧は投げるもの。勝利せーの。あーい、うわー、出た。でもまあね、アロンちゃん、あなた、原作でもそうなんですけど、ドラゴンギーなんですよ。あなたのこれここ、ドラゴンキラーです。せーの、はい、よいしょ。もうそらそうなるだろう、みたいな。何すんの、アノンブレス。どやわい、わい、気づいたもんだ。気づいたもんだ。わいは、人間は、口から火の手上がへん。弱は、弱くない？え、弱くない？え、150弱くね？え、アノンブレス弱くね？アノンブレス超弱くね？所詮お前はトカゲか。なんや、アンサーの所詮トカゲか。なあ、ギガントドラゴンよりよっぽど弱いやないか。アンサーのトカゲやないか。やはりギガントドラゴンの方がな、よっぽどな、ダメージ出るわ。ほいでよ、ね、あのちゃん、ほいでお前人間になったんか。おお、イケメンやな。どや、イケメンやで。ほいでしょ。なんで俺アノンのネタを披露しなあかんねや。この動画でなんで僕はアノンちゃんの動画を披露してるんでしょう。ちょっと待って、まだ SP 使ってないからやめてね。まさかお前ギガディーンで会心出て終わんのやめてね。頼むよ、ギガディーンで会心出たら SP すらできなきゃいけないからね。頼むぜ、お前普通に出せ。普通にグランドメニューで最後決めるから。オーケーオーケーオーケー、素晴らしい。何？アノンパーンチ。ほいでお前は人間のせいや、どや、イケメンやで。見せつけてくるな。いやーん、つーちょっと待て。アノンパンチが普通に強いんだよね。ねえねえ、アノンパンチが、外したわ。外したわ、あいつ。終わりでーす。外したわ、あいつ。あいつ外しおったわ。自分のパンチ外しおったわ。人間、わい気づいて思った。人間はあんなパンチくれたぜ。ほな、またな。楽しかったわ。雪と氷河を越えて。これどこ？ちょっと待って、これどこ？待って、グビアナ行ったしょ？あとは、あれだ、雪はあそこだ。はい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 、ゴールデンスライムの地図があるとこだ。ちょっと、人形に終わらせないで。俺思い出したわ。ね、この辺りにね、ゴールデンスライムのね、高橋の俺持ってるわ。俺持ってる。ゴールデンスライム固定のやつがあるんだよ。何の話してんだよ。なんかさ、ストーリー攻略をしてるとさ、たまにこういう人いません？終盤からこういうやついませんかね。こじつけの理由なんですけど、ストーリー攻略してたら、なんか友人がレベル99でこういう装備で入ってきたらどうします？私はどうもしません。さあ、雪と氷河を越えてってことで、まあ多分雪系のモンスターがいるんだろうなと思います。なんか見えるな。あれ？あれ？あなたは？あのイルカイは？カマッチのイルカイが見えるんですけど。すいません、カマッチのイルカイさんがいらっしゃるんですけど。なんでな。なんでカマチのイカおんの？なんかキラーリカントおるし、なんだったら。なんだったらキラーリカントおんねんけど、ちょ、待て。なんでお前おんの？お前ワンやん。いや、おるけど、ナインにもおるけどさ。なんでワンのやつがおんの？いや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 、もうな、アイスピックルさんじゃないですか。あら、ウルドンのユチガイさんじゃないですか。ウルドンのユチガイいるんだけど。ねえ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 、キラーリカントだ。ねえ、みんな色違いモンスターなんだよね。おい、よいって避けなーい。アサシンドールだ。ダークスライス。なに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 、もうどう見てもカマチの内側やそれ。アサシンドール、アサシンドール。朝起きたらアサシン、ごめん。面白くないって、ごめん。面白くないっていうツッコミのレベルでさ、呪われてしまったくなったんだけど、やめてくれる？
オッケー、アサシン通りにスターフレア撃ってくの賢いよ。素晴らしい。え、322？え、アサシン通り、アサシン通りそんな弱い？あー、ウルドにいた。戦車結構ね、いろんなとこ行くからね。いや、素晴らしいな。本当にクルクルいいね。いや、さすがにメイクアップできてないな。もう、アサシンドールのさ、ギャグ言ってたらさ、もうアサシンドールが呪いにしてくんねんもんな。いいよ、それで330打点。スターフレア、どうこれが、これがね、これがラビエルの導きで現れた天使ですよ。友達がこんなガチ装備でね、エルシオン学院のストーリーに入ってきたらどうします？まあ、すべての戦いが虚しくなりますよ。ドラゴン、でもコトランで連続ブレスしてグランドミラーでもう締めでしょ。いいよ。いや、いいね。キラーリカンドが浮いてるよ。まあ、独習、おい、オッケー。独習怖いなと思ってたけど、気候弾なら大丈夫。全然大丈夫。まあ、気候弾強いんだけどね、それでも。まあ、強いけど大丈夫。てか、なんでワンのやつがいいんだよ、平然と。なんでおめえはアイスピックルなんだよ。なんでおめえはアイス、なんでウルドユーチか色変えてきたんだよ。やめてくれ眠りの笛。モーションがあれだろ。それはラリホーだ。お前、それはラリホーって言うんだ。え？え？アサシンドール、アサシンドール、アサシンドールやばいぞ。アサシンドールぞ、あいつ。もう、ゴリ押すな、同じギャグを。バカじゃん。もう、ここまで来ると、もうバカですよ、私。アサシン通りで衝撃が止まらんのよ。でもコドランちゃんが動いてガチですから、言うてねコドランちゃんがね動いて勝ちですよ。こっちは全員撃って終わりよ。アサシン通りがまさかの強敵なんだけど、お前サムネになりたいんだろ。そうはいくか、全員で終わりだ。コドランの賢いよ、狙ってこう。はい、オッケー。350、めっちゃ出るやん。アサシン通り耐久弱っ。空の英雄。いや、ちょっと待って、飛ばすな、ストーリーを飛ばすな。なんかいろいろ飛ばしてる。ナザム村でもう落ちてんじゃん。ナザム村に落ちた後じゃん。いや、急展開を迎える。まあ確かに急展開迎えたわ。さてと、スロ拝ませていただきましょうかな。グレイナルって名前が出てんな。いや、スロ拝みに行くか。一緒に来いよ、ウールドン、ピクちゃん。再び登場、ピクシーでございます。ナインに全く関係ない気がしますが、おーい、ナインでも言われてた言葉ですよ。皆さん、ナインでも言われた言葉知ってますか？バルボロスの色違いがグレイナルで、そのグレイナルが宝の地図にやたら出てくるんですよね。はい、メッサス、リュウ、メッツ、ケル、ハイデショウ、ウォイヤーて、5800か。待って、つばずりはできない。待って、つばずりはできないのか。でもつばずりはできないから、これワンチャン、待って、ホワイトブレス、ホワイトブレスか、見せてみろ。お、本当だ、ホワイトだ。確かにホワイトだわ。はっ、なるほどね。でもちゃんとさ、なんかさ、色ち、まあナインでもそうですからね。まあ原作のね、ナインでもね、バルボロスの完全コンパチ色違い。ウィーピクシーじゃん。ここはまあ、あれを使わせていただきましょう。ラビエル。耐えないといけないんで、まあ、ここはラビエルで、回復狙っていきましょう。行くぜ、本日のエロ。登場。ナイン、エロ担当。いざ行かん。まあ、とりあえず、ここでね、いてつか波動とか飛んでこなければね、回復ができると思うんで。まあ、グレーナルはいてつか波動なんて使わねえよ、きっと。さあ、行くぜ。まあでもね、向こう勇気のつばぜり合いはないんですよね。まさかの。バルボロスの一声ができると思ったけどね、つばぜり合い。まあ、でもそうか、とどめ打ち撃はエルギウス呼んじゃうもんね。いけ、下流拳、おらーピクシー、ピクシー、お前多分かなり腐ってるな。んん、あれおかしいな。おー、でもジゴスパークを、待って、ジゴスパークが黄色。おい、おかしいな。俺の記憶の違いかな。やめ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 、全員なんか違う技を選ぶのは。とりあえず回復できる。ここで回復入るから、とりあえず耐えれるね。オッケー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 。まあ、でもピクシー鬼火できないんだよな、必殺になっちゃう考え上。とどめ圏内はいけそうですね。
さあ、龍滅拳で、そろそろ返し出していいんじゃない？せーの、はい、よいしょ。なるほど。ワンチャン勇気たまるか。青龍の一撃。何？青龍の一撃。一撃や、それは。それは二回攻撃しとる。ねえ、ちょっと待って。これさ、ワンチャン負けない？あれ？これワンチャンこれ削り切られるんじゃね？なんかふざけてるけどさ、ワンチャン削り切られるけど大丈夫ですか？ウルドン？ウルドン？いやいや、これは耐えれる。大丈夫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 。千運ありゃ、上から1200でも来ねえ限り、お、グレナル、おめえが上から1200出せない限り、俺勝ちだわ。上から1200って何の上から1200なんや、でも。でも何の上から1200なんだ？こいつは打撃耐性ねえぞ。こいつはでも打撃耐性ないから、打撃耐性上とか何も言えねえぞ。てか、ウルドンの氷の方が弱くね？ウルドン氷の方がお前弱くね？龍滅拳せーの、あ、よっしゃーいいんだよ、もっと早く出してくれ。大丈夫かな？あ、待って甘っ。あれなんかちょこちょこグレイナルさ、なんか原作を無視してない君。ちょこちょこなんか君なんか原作を無視するよね、グレイナル君。日酒飲んでないのに。まあいいでしょう。とどめが打てなくとも、結局は同じこと同じこと。あ、グレイナル倒れるシーン見れんの？でも、所詮バルボロスと一緒なんだろうな。倒しちゃっていいのかよ。ダメだよ、倒したら。待って、原作的に倒しちゃダメだよ。